俺もね、まずドラフトしてる時にミスったなって思ったのが、バニーがジャスを取るのが一番やべえって。ギャルのお願いと自分の嫌いはどっちが優先かって言ったら、それはもうギャルのお願いだから痛恨するわ。じゃあバンしようかな、この人。この人バンしていい？バナギさん、あ、ありがとう。そうです。やっぱ、発表があったからね、話さないわけにはいかないから、じゃあ話しとかないとね。日程の順番的には CR カップか。明日から スクリーム。ちなみにドラフト昨日した。そうね、俺前回も話したと思うけど、ロレ一番最初に取ろうとしてて、取れなかったから前回ね。で、まあ今回ファーストピックロレ行ったんすけど、まさかのジャスが2番手で、クソ迷った。え？って、ジャスって。選ぶ順番は、あんまりそうだな、なんか突っ込んだ話するのも良くないと思うから、ドラフトがどういうことだったかみたいな。そうね、当たり障りない言い方すると、まあ俺は前回ビリだったよっていうアピールはしてた、ずっと。まあそれで察してほしい。いや、そう。有坂の呪い。有坂の呪いっていうか、まあ俺も呪いやけどね。え、結構でもね、今回はそのレベル高いのもあるし、バランスマジでいいと思うけどね。まあ分からんくない？だってパッと見、どこのチームが勝つみたいな。ロールとかも何も決まってない。え、そう、だからね、CPT にね、めっちゃ言われるわ、いつも。いつもドラフトの時に CPT 言われるんだけど、これはちょっとさ、ドラフト下手って。でも今回、うまいって言ってた。今回はうまいらしいわ。いや、そう、それはだからドラフトの時に話して、CPT が優勝してますと。めちゃくちゃ優勝してますと。なら、CPT アリさん取ってみてよっていう、こうやっぱ推薦はしつつ、気になるし、個人的に。矛盾。そう。どっちの説が、ね、通るのか。いや、売ったんじゃない？売ったんじゃない？そういうのもあって、別にそれがあったから取ったわけじゃないと思うんだけど。いや、そこなんだよ。おもろいのはそこなんだよ。で、アリピが弱いとかじゃなくて、なんならうまいのに負けるから、そこなんよ。いや、そこなんだよな。俺もね、まずドラフトしてる時にミスったなって思ったのが、バニーがジャスを取るのが一番やべえっていうことを考えられなかった。普通にスプリット、ツーデュエ、バニジャスで、レイズジェットやられたら、多分勝てない。V サイドル組は V サイドのロールでやりたいとかはあるかもしれないから、まあ、ちょっとロールのことあんま考えてない。アステル君は多分イニシなんだよな。アステル君とはフルパやったことあるけど、なんかイニシが好き的なことを言ってた気がするから。ラムチ多分木やね。これ本物？いや、本物かわからんな。仕方しとこう。あ、ラムチ本物だわ、これ。ちょ、ハートつけとくわ。痛恨？別に痛恨でもいいよ。え、でもね、センチ、俺センチでやりたいけど、ちょっとやりすぎな気すんだよな。俺のセンチマジ強いぞ。メインピックよ、メインピック。いや、そうなんだよね。V サイも、ロールとか決めたいんだけど、なんかさ、みんな、他のチーム顔合わせしてるでしょ？多分、うちのチームなさそうなよな。大丈夫かな？いや、そう、ロスサントスにいるメンバーがいるらしくて。ちょっと、まあ、しょうがないけどね。ちょっと、まあ、温度感はね、温度感をやっぱ大事にしたいから、俺は、コーチするときは。いや、まあ、コーチは、ちょっとまあ、全力は尽くすけど、一旦置いといてなるな、多分。しかも俺、コーチの時に、立川イベントあるじゃん。あれ、朝7時入りとかなんだよ。もうそこら辺マジで気合やね。で、夜までやって、速攻で帰って、コーチ。次の日、大会みたいな感じ。いや、V サイト CR カップの日程、いや、もうね、これしょうがないね。多分、ライアットワン関係だね。これ完全に。まあ、去年と同じやね。去年やばかったんよ。なんなら去年の方がやばかったのかもしれん。睡眠時間4時間、バロプレイ時間20時間とかの毎日だったよ。ずっとスクリーム。昼、
そのヌチョパノグネのスクリームします、夜つよつよのスクリームしますみたいな。でも昼のスクリームも夜があるからみんな昼にしてただけで、やばいでしょ。しかも俺ロール違ったからマジでやばかったわ。まあでも楽しかったな去年本当に。つよつよもヌチョパもマジメンバーが良かった。そうだね、バニボンも楽しかったね。バニボン俺あのね、やっぱ CR カップの時期が来るたびに思い出すわけよ、自分が今まで出た CR カップ、まあ、最初思考ロックでコーチしたな、あ次ジゴストだなって、バニボだなって思い出した時に、ちょっと待ってよ、バニボどの試合内容やったっけって、あの思い出すのはみんなの答えが一致するまで終わりまってんした記憶しか出てこないの。あれってな、何したっけ。あのチームはまあ訳が分かんないことに毎日二次会してたから、もうそっちの記憶に引っ張られてんのよ。二次会って普通なんかやっぱお疲れ様楽しかったような流れでやるやつじゃん。なぜかスクリーム終わった後に二次会してたから毎日。今回はね分かんない、みんなに合わせる。でもラムチが痛恨したいって言ってるから、まあ、痛恨するかもしれんけど俺痛恨嫌いだからちょっとどうしようかなって。強いの分かんないけどね、おもんないんだよな。ギャルのお願いと自分の嫌いはどっちが優先かって言ったら、それはもうギャルのお願いだから痛恨するわ。答えは出てたわ。てかね、痛恨ってそのコントローラーが大事ってよりかは、まず第一にイニシクソ大事なんよね。そう、あの痛恨の時に索敵スカイ1とかになっちゃうと、まず自分の勝負タイミングがない。まずフラッシュ索敵に回したりとかしないと足んないから、まあ、みんなのピック聞いてからや。アデさんコーチチームは痛恨できる、いやいや転勤ぞ、うちのコーチ転勤。でもねこれね、でも俺ちょっと不安要素ではあるんだけど、転勤教え方下手くそ説あるんよな。俺一回レクチャー受けてるじゃん。その時に気づいたんよね、あこいつ言語化苦手かって。いやでもねこれはでもその俺にない部分だから、俺にない部分じゃん、その感覚のコーチング、感覚派の。そこのちょっとね面白そうだなで俺転勤なんだ。V サイ喋れるとオーバータイムだけ、そんなことないでしょ、バイフェーズじゃないの。うわマジや。いやでも俺これ、俺こっちの方が好きよ。これ顔合わせなおさらしとくべきじゃない。これは一日差の結構でかいぞこれ。いやあでもね俺ね、そのこれ期間絶対足んないなって思ったから、先にあのランクしてたの、ちょっと待ってね、イズルーヒナーのレイド3人でしてて、すでにイズルの視点は見てる。多分イズルが IGL の方がいいね。これはかなり盤面見れてるぞ。うん、俺も初対面であのよろしくお願いしますみたいな感じでさ、やっぱみんな言ってくれるじゃん、あの糸井さんととかがよろしくお願いしますみたいな言ってくれたんだけど、いずるだけちょっとタメ口言った、よろしくいずるって、いけるかなって。ちょっと待って男だよね、合ってるよね。あびっくりした、彼氏面とか言うから、男なら大丈夫よ、男はそうやってグッと距離詰めてくれてそんな嫌いじゃないから。いや男じゃダメだよ、なんかいるよ、男でもいいじゃない男でもいいじゃないマンがいるよ。いいじゃないウーマンか。え、ウルトラマンのお母さんってなんていう、ウルトラウーマンっていう、ウルトラの母なんや。じゃあバンしようかな、この人この人バンしていい、一応アイドルよね。そうなんや、こっちが LINE 超えてちょっとセクハラですよの流れじゃん普通。そっちから来るセクハラはちょっと慣れてないから、こっちも。いや俺もあの抑えてるからね、抑えてるっていうかちょっと気をつけるようにはしてるからね、セクハラって言われすぎて。でもその考えて発言をしてる時にやっぱ向こうから来ると分かんなくなっちゃうよね、ひるんじゃう、うっと、どこまで俺も乗っかっていいのか、
でもこれ乗っかったらまたセクハラって言われるんじゃねえかみたいな。シャガさんがガチめに最近クラチ君やばいって言ってた。いや、ね、その話もさ結構なんかみんな言ってくるけど、俺シャガキンの前でそんなやってないと思うんだけどな。やってるのをクリップとかで見るってことか。いやダメでしょそれ、覗きやん覗き、まあ、あともう一つ言うなら、これもいつも言うけど俺よりボドのがやばいでしょ。そうボドはよく俺のことをマジで変態親父って言ってくるけど、俺はでもボドの方が変態親父だと思ってるからね。だからまあ今回は CR カップの方はラムチしかいないからまあ大丈夫だと思う。でも V サイの方のコーチはちょっとマジ怖いね。ドキドキしてる。炎上しないか。